日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。まあこの動画が公開されてるのは、まあ、自分のミスなどがなければおそらく2022年10月31日ハロウィンだと思います。で去年は富士屋のケーキさんでハロウィンのお祝いをしたんですが、今年も富士屋のケーキさんでハロウィンをお祝いしたいと思います。というのも、まあ、これはハロウィンのケーキを出してる場所は何かしらなんですけど、多分撮影に行っての都合から考えると、まあ要するに当てられる日のことに考えると、まあ、多分藤谷さん以外間に合わないんですよね、悲しいことに。で今回買ってきたのはこちらからチーズパイ、プレミアムベーグルチーズケーキ、あのハロウィン仕様の混ぜちゃったベリーケーキ、あとホワイトチョコ生ケーキとプレミアムケーキ、ショートケーキです。この左の2つについては去年投稿した動画においてこのようにケーキおすすめですよっていうコメントを書いてくださいましたので買ってきました。食べてみたいと思います。あ、コメントありがとうございます。こういうのがあると嬉しく思いますね。まずはこちらのプレミアムショートケーキ、本当は通常版のショートケーキと食べ比べとかしたかったんですけど、残念ながら行ったタイミングが悪かったのかなかったんですよね、通常版。それだけプレミアムを要請しているということなんでしょうか。では早速セロハンを剥がして、やっぱ持つと危ないな、下に置いてちょっと視覚に入ってしまいますけどご容赦ください。では今回も全部食べて一気に感想を述べていきますね。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。プレミアムの味はいかがかしら。他の種類も食べてみたくなった。実を言うと自分が行った時モンブランもいやマスカットもタルトも見たんですけど、どちらも持って帰ってくる時に崩れそうだったんですよね。それで何度も苦い思いをしているので、せっかくの甘いケーキで苦い思いはしたくないな、特に藤谷さんはっていう部分があるのでね。あ、今回はパスでさせていただきました。現地で食べられたら、そして撮影ができたら一番いいんですけどね。どうしたもんだろう。食べ方ももうちょっと練習しないといけないな。ボロボロ落とさないようにしないと。でも美味しかった。またお願いします。王様でした。最初に食べたプレミアムショートケーキはさっクリームもスポンジも甘さがかなりさっぱりすっきりとしていて、いわゆるちょっと濃厚でベトッとした、まあベトッとしたという言い方はあれですが、食感が多いショートケーキの中ではかなり異彩を放った商品でしたね。だけど本当に美味しかったです。さっぱりとしたショートケーキを食べたい時におすすめですね。こうしてなってくるとますます通常版の食べ比べたくなる。その次に食べたホワイト生チョコケーキはチョコレートがかなり苦みが効いていて、同じくプレミアムショートケーキの同じくクリームがさっぱりしている分かなりチョコの苦みが際立っていました。これも大人のスイーツだと思います。その次に食べたチーズパイは中のチーズクリームが結構トロトロとしていて、外側のパイもしっかりと食感があるんですが、サクッとした音が、まあ、冷蔵されていたというのもあるのかもしれませんが、ちょっと足りなかったですね。これでさっぱり生地がサクッとした音が聞こえたら最高だったのに、でも焼きたてじゃなきゃ難しいかと思います。一方プレミアムチーズケーキはチーズクリームがかなり濃厚で口の中でねっとりと広がってくる旨味が本当に美味しかったです。あなたがチーズケーキがお好きならぜひ食べてほしいですね。そして最後に食べたいろいろ混ぜちゃったベリーケーキ、ハロウィン今年のハロウィン商品ですね。チョコレートもチョコレートは先ほどのホワイト生チョコケーキと同様に苦めなのですが、中にザクザクとしたクッキーか何かの食感も入っていて、さらにベリーの甘酸っぱさもしっかり生クリームから香りがてきてとっても美味しかったです。非常に苦味と甘酸っぱさのバランスが取れたケーキですね。ハロウィンなのでいたずらしちゃったのかもしれませんけど、結果的に良くなってます。というわけで今回はもちろん一番美味しかったと言われればハロウィンケーキなのですが、やはり季節限定だという点もあるので、それを一旦脇に置いて、レギュラー商品の中で最も輝いていたプレミアムショートケーキを代表にしたいと思います。これが一時期の限定販売ではなく通年というのが本当にすごいと思いました。なので
富士屋のプレミアムショートケーキを今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。